ビルの谷間には非常に複雑な風が吹いています。そのためちょっと軌道から外れるとビル風に吸い込まれ流されてこちらを見失ってしまうことがあります。また県内を縄張りとするカラスたちは追い払おうと攻撃に来るため鷹も思うように飛ぶことができない場合がございます。その場合にはこちらが迎えに来てあげることになります。この日のために鷹匠と鷹は訓練を続けていましたが、それでも生き物ですので予測した通りの動きはしないものです。予想外のことが起きる場合もありますが、それも実演の一つとしてご覧ください。それでは浜離宮三井ビルディングにいる今地上にいる高森隆が三井ビルディングの上にある赤おむすびを呼んでおります。状況を確認しましたところ、赤おむすびは地上の呼び子には気づいているそうです。